ジャック・フロマンタル・アレビは19世紀前半のフランスを代表するオペラ作曲家、音楽教師。本名はジャック・フランソワ・フロマンタル・エリ・アレビと長く、あるいはジャック・フロマンタル・レビ・アレビとの別称もある。しかし一般的にはジャック・アレビやフロマンタル・アレビのように呼ばれている。現在、作品は滅多に演奏されないが、アレビはオペラ史を語る上で書くことのできない人物であり、 同時代からは、悲劇的な題材においては、ジャコモマヤベエヤの悲劇的な題材においては、フランソワ・オーベールに次ぐ存在に位置づけられ、競争相手の多いパリの音楽界において安やす,やすと成功を収めた。反ユダヤ主義者のワーグナーもアルビンに対して、称賛を惜しまなかった。今日では、とりわけ、ユダヤの女の成功によって、名を残す。に、グノビゼルコック、 サンサーンスラがいる。パリ出身。ドイツ出身の父、エリー・ハルファンイコール・ハレは、ヘブライ語の主人並びに、教師で、かつシナゴーグのハッザーン。また、パリのユダヤ人コミュニティの長も務めた。母親は、フランス系ユダヤ人。一般的に通り名となっている、フロマンタルトは、当時まだ通用していたフランス革命歴の祝日から取られている。 1809年に9歳でパリ音楽院に入学、ルイージ・ケルビーニに指示してその愛弟子となる。1819年にカンタータ・エルミニによりローマ大賞を受賞する。イタリア留学からパリに戻ると、セーヌ県のイスラエル人、宗教評議会の一職によって暗殺されたベリー公を追悼する公共行事のために三部合唱とオーケストラのための 早々更新曲とヘブライ語による深き淵よりを作曲1820年3月24日に上演されると講習の注目を集める。後に弟レオにアレビが改装したところによると深き淵よりの部分は宗教的情熱を吹き込まれて大旋風を巻き起こし音楽学校を出立ての若き春祭への関心をかき立てた。 イタリア劇場で合唱指揮者の職を得るが、その間、自作のオペラを上演してもらおうと躍起になっていた。1827年にオペライコールコミック座における職人のまずまずの成功によってアカデミー座の合唱指揮者に移動する。同年、パリ音楽院の家政法並びに伴奏法の教授に任命され、1833年から大尉法とフーガの教授。 1840年から作曲法の教授を歴任した。1836年にフランス学士委員会員に選出される。1835年のユダヤの女によって、アレビは最初の国際的な名声を勝ち得ただけでなく、19世紀フランス歌劇の基礎の一つを生み出し、エレアザール役はエンリコ・カルーソーのようなテノール歌手の18番となった。有名なアリア、 レーチェル、カーン・ジュ・セイガー・ラグラス・トゥータレアは、初演時のテノール歌手、ヌリの要望によって挿入されたもので、歌詞もヌリが提案したのかもしれない。このアリアのオーケストラ伴奏部のリトルネッロは、ベルリオーズの理論書、現代楽器法及び還元学法題が理論において、バルブ付きホルンが最初に用いられた例として、引用されている。ユダヤの女は、バレエや、大合唱、 1> 第一幕における壮大な行列、第三幕の印象的な祝祭などを含んだグランドオペラの中でも最大の作品の一つである。第五幕において油の煮えたぎる桶の中にヒロインが投げ込まれてクライマックスとなる。マーラーはユダヤの女を絶賛して次のように述べている。この作品には見事に圧倒された。実に壮麗な作品だ。 これまでに作られたオペラの中で最も偉大なオペラだと思うユダヤの女の後にアレビが真の成功を収めた作品は割合に数少ないがそれでも少なくとも先行キプロスの女王シャルル6世の3作は特筆に値しようアレビは芸術家ではあったが芸術界の養殖を歴任しアカデミー長官に就任してから委員会を率いて標準ピッチを確定したり オペレッタに対する受賞式を行ったりした。画家ドラクロワは1855年2月5日の日記の中で晩年のアレビの背筋が寒くなるほど衰えた姿を描き出している。新たなフランス領土となったばかりのニースにおいて引退中によう去った。アレビはバレエ音楽も作曲したほか、アイスキュロスの擬曲、今しめられたるプロメテウスのフランス語版への付随音楽や、 いくつかのカンタータなども残している。アレビ家の生の由来については、レビ、ハルフォンイコールレビ、ハーレービーの小説がある。家計を下ると、次のような人物がいる。アレビ夫人、レオニーは、結婚中に、深刻な精神病に陥ったが、夫の死後に目に見えて回復し、才能ある彫刻家として活躍した。娘のジュヌビエーブは、父の愛でシビゼーと結婚した。 ビゼーの死後に、アルカンの書士、ドラボルドと浮き名を流した後で、ロスチャイルド家と血縁の銀行家と結婚して、パリの主要なサロン主催者となった。ジュヌビエーブの夜会には、青年マルセル・プルーストが出入りしており、彼女をモデルに、大河小説、失われた時を求めて、のゲルマンと大公費を作り出した。ありがとうございます。